2004から2005シーズンの NBA は NBA の59回目のシーズンである。レギュラーシーズンは2004年11月2日から始まり、2005年6月23日に全日程が終了した。シャーロット市を本拠地とするシャーロット・ボブ・キャッツが誕生する。新球団の新設に伴いリーグが再編成され、2カンファレンス4デビジョン制から2カンファレンス6。 ディビジョン制となり、ニューオーリンズ・ホーネッツは、ウェスタン・カンファレンスに編入された。さらに6月22日にエクスパンションドラフトが行われ、ジェラルド・ウォーレスら19名が、ボブ・キャッツ創設メンバーとなった。またドラフトでは、全体2位指名で、エメカ・オカ・ホーを指名し、さらに、ベテランポイントガードのブレビン・ナイトを獲得した。高卒選手のドワイト・ハワードが、 オーランドマジックから全体1位指名を受けた。他には、エメカ・オカフォー、ベン・ゴードン、ショーン・リビングストン、デビン・ハリス、ル・オールデン、アンドレイ・イグダーラ、アンドリス・ビエドリンシュ、セバスチャン・テル・フェア、クリス・ハンフリーズ、アルジェファーソン、ジョシュ・スミス、ドレル・ライト、ジャミー・アネルソン、JR ・スミス、トニー・アレン、ケビン・マーティン、サー・シャブ・ヤチッチ、ベイノ・ウドリー、アンダーソン・バレジャオ、 ロイヤル・アイビー、クリス・デューホン、トレバー・アリーザなどが NBA 入りを果たしている。オールスターには D ・ハワード、D ・ハリス、エルデン、A ・イグダーラ、J ・ネルソンの5人が選出されている。ドラフト外選手にはダミエン・ウィルキンスなどがいる。詳細は2004年の NBA ドラフトを参照2004年11月19日、デトロイト・ピストンズの本拠地、ザ・パレス・オブ。 オーバームヒルズで行われたピストンズ対インディアナ・ペイサーズの試合中、NBA 史上最悪となる乱闘事件が発生する。ことの発端は、ロンアーテストとベン・ウォレスのさかいだったが、観客の一人がアーテストに対し紙コップを投げたことから、事態は、急転、観客を巻き込んだ大乱闘事件へと発展した。アーテストをはじめとする、ペイサーズの選手たちが、 観客に殴りかかるシーンや観客がペーサーズの選手たちに飲み物やポップコーンを投げるシーンがテレビ中継され事態を重く見た協会は乱闘に加わった選手に厳罰を下した。出場停止処分3月に行われた同カードでは電話での会場爆破予告があり試合開始が90分遅れる事態となった。この事件はペーサーズにとって後々まで大きく 今わしいものとなった。事件以前のペーサーズは優勝を争えるほどの強豪チームだったが、この事件を境にトップチームから急落してしまうので、ある。大躍進を果たしたサンズが主要3部門を制覇した。MVP 投票では、ナッシュとマイアミヒートのシャキール・オニールとで争ったが、結果が発表された後、オニールはナッシュの MVP 受賞に対し、 批判的なコメントを出している。スティーブ・ガッシュ、ダーク・ノビツキーは、初のファーストチーム入り。レブロン・ジェームズ、アマレス・タウダマヤー、ドウェイン、ウェード、ショーン・マリオン、ギルバート・アリナスは、初のオール・ NBA チーム入り。ラリー・ヒューズは、初のディフェンスチーム入りにして、ファーストチームに名を連ねた。マーカス・キャンビー、テイショーン・プリンス、チャンシー・ビラップス、ドウェイン・ウェードは、 初のディフェンスチーム入り、ファイナルはディフェンスを重視したチーム同士の戦いとなった。レギュラーシーズンの平均失点はスパーズが88.4点でリーグ1位、ピストンズが89.5点でリーグ2位だった。またピストンズは前期2003から04シーズンのチャンピオンチーム、そしてスパーズは2002から03シーズンのチャンピオンチームであり、 新旧チャンピオンチーム同士の対決としても注目を集めた。またスパーズのグレック・ポポビッチ HC は、ピストンズのラリー・ブラウン HC に、かつてコーチ術を学んだことがあり、ヘッドコーチの指定対決でもあった。ディフェンス重視のチーム同士だけあって、初戦から、ロースコアゲームが展開された。十七から十五のピストンズ2点リードで迎えた、後半、ティム・ダンカン。 マヌジノビリ、トニー・パーカーラ・スパーズの3本柱を中心に、スパーズが得点を重ね、特に前半4得点に終わった。ジノビリが後半には22得点、第4球だけでも15得点を記録し、チームの勝利に貢献した。ピストーンズはクォーターごとの得点で20得点を超えたのが第1球のみで、チーム全体でも FG37.7% と、シュートに苦しんだ。 第2戦でもピストンズが80得点以下に抑えられ、スパーズは序盤にリードを奪ってから一度も追いつかれる、ことなく勝利した。この日もスパーズのオフェンスは、マヌジノビリが引っ張り、第4球まですべてのシュートを決めるという、好調ぶりだった。第1戦、第2戦とピストンズのリーディングスコアラーである、リチャード・ハミルトンを14得点に抑える、エースキラーぶりを発揮するブルース・ボーエンは、 この日は4本の 3P シュートを決める手15得点を記録するなど、オフェンスでも活躍した。ここまで徹底的にオフェンスを封じ込められたピストンズが、ホームに戻った第3戦では逆に、スパーズのオフェンスを封じ込めた。ベリメーターでは、第1戦、第2戦で活躍したマヌジノビリを7得点62と、無力化すると、インサイドでは、第1球だけで5ブロックを決めたベンウォーレスト。 ラシード・ウォーレスがティム・ダンカンを FG5、15に抑え込んだ。オフェンスではここまで沈黙が続いたリチャード・ハミルトンが復活し、チャンシー・ビラップスとのガードコンビで計44得点を挙げた。第3戦に引き続きスパーズのオフェンスを封じたピストンズがこのシリーズ初めての100得点超えを達成してスパーズを圧倒した。 ピストンズは7選手が2桁得点を記録するなどバランスの良いオフェンスを展開しターンオーバー4本はファイナル史上最小記録だったスパーズはマヌジノビリがまたもや抑え込まれそのジノビリを高ディフェンスで苦しめた控えガードのリンジーハンターは逆に17得点と活躍したまたチームハイの16得点16リバウンドを記録したダンカンも FG5 17とシュートに苦しんだ。ホームに戻って見事に立て直したピストンズがシリーズを2勝2敗のタイに持ち込んだ。ビッグショットロブがスパーズの危機を救う。シリーズの行方を左右する重要な第5戦は両者とも視力を尽くし、オーバータイムまでもつれ込んだ末にロバート・オーリーの劇的な決勝 3P シュートでスパーズが物にした。ここまで大差の尽くし合いが続いたが、 この日は、最後の最後まで試合の行方がわからない展開が続いた。後半になると、オーリーの 3P シュートが決まり出すが、ピストンズもこの日両チームを通じて、シリーズハイの34得点を記録した、チャンシービラップスを中心にオフェンスを展開し、両チームとも決定的な点差をつけることができないまま試合は、第4球へ。第4球終盤はこの日26得点19。 リバウンドと活躍したティム・ダンカンが、ここに来て、勝利を手繰り寄せるフリースローや、ティップショットを、ことごとくミス。ピストンズにとっては、ダンカンの、突然の失調に救われる形で、オーバータイムへと突入した。オーバータイムで先にリードを奪ったのはピストンズだったが、オーリーのダンクなどで2点差に食らいつき、そして残り5.8秒、ジノビリのパスを受けたオーリーが 3P シュートを見事に、 沈め、ドタンバで96から95と、スパーズがリード。逆転を狙ったリチャード・ハミルトンのシュートはリムに引かれ、スパーズが、オーリーの活躍で重要な一戦を制した。両チームの得点が並んだ回数は18回、リードが入れ替わった回数は12回という接戦だった。スパーズはこれで優勝に王手をかけ、一方、ホームコートアドバンテージを持たないピストンズにとっては、 痛いホームでの敗戦となった。ピストーンズが逆境を乗り越え、二度目のシリーズ隊に持ち込む。第五戦の接戦を引きずるようにこの日も、序盤から何度もリードが入れ替わる展開となった。第三球に入ると、チャンシー・ビラップスとリチャード・ハミルトンのガードコンビが、次々と得点を重ねて、リードを広げ始める。第四球にはホームに帰って、 元気を取り戻したマヌジノビリの 3P シュートや、ティム・ダンカンの連続得点などで2度1点差にまで詰め寄る場面があったが、5一本が出ず、ピストンズが第6戦をものにした。スパーズは、ダンカンとジノビリが共に20得点10リバウンド以上を達成したのに対し、ピストンズは5人が2桁得点、総ターンオーバーは5本と、堅実な試合運びが光った。 ファイナルで第7戦までもつれるのは1994年のヒューストンロケッツ対ニューヨークニックス以来である。スパーズの強固なディフェンスが復活し、ピストンズを下して3度目の優勝を飾る。お互いの持ち味であるディフェンス力が発揮された。この試合は序盤から互いのリードを許さない主力を尽くした接戦となった。第3球にはピストンズが、 後世に出てこの日最大の9点のリードを奪ったが、ここからダンカンが大黒柱らしい粘りを見せ、このクォーターだけで2回の3点プレーを含む15得点を記録。57から57の同点で第4球を迎えた。そして第4球の最初の得点であるダンカンのダンクが、結果的にファイナルの勝敗をも決定づけた。イゴスパーズは二度とリードを許すことなく、 ビッグショットロブの2本の 3P シュートで逆にリードを広げ、81から74で勝利した。ファイナル MVP は、マヌジノビリも有力候補であったが、シリーズ中20.6得点14.1リバウンドを記録し、全試合でダブルダブルを達成したティム・ダンカンが選ばれた。ダンカンはこれで3度目のファイナル MVP 獲得であり、これは、 マジック・ジョンソンとシャキール・オニールに並ぶ2位体の記録である。この優勝で5つ目のチャンピオンリングを手に入れたロバート・オーリーは異なる3つのチームで優勝した NBA 史上2人目の選手となった。マヌジノビリは2004年のアテネオリンピックでの金メダルと大会 MVP に続き同じシーズンの中で2つのビッグタイトルを手に入れることとなった。 デトロイト・ピストンズ・ロスター・コーチ、ラリー・ブラウン・リチャード・ハミルトン・チャンシー・ピラップス、テーショー・オン・プリンス、ラシード・オーレス、ベン・オーレス、アントニー・オー・マクライス・カルロス・アロヨ、カルロス・デルフィノ・エルデン・キャンベル、リンジー・ハンター、ロナルド・デュー・プリース・スマッシュ・パーカー、ホーレス・ジェンキンス、アンソニー・ゴールド・ワイヤー・ダー・コミリチッチ、デリック・コールマン・ダービン・ハム事実上のラストシーズンとなっている、選手シーズン中、 あるいはシーズン後に辞任、解任されたヘッドコーチ。ありがとうございます。